田正広決定力講座。ペナルティーキック、勝負を決める PK の重圧感に立ち向かえ、プレッシャーに打ち勝つための自分流の方法を探す、キーパーにコースを読まれても届かない場所に蹴る技術を磨く。PK はどの方向に蹴るかは自由ですが、自分の得意なコースを持っておくといいかもしれません。僕は現役時代、8割は右に蹴っていました。ゴールキーパーが反応しても、届かないところに打てる技術を身につけましょう。本番でのプレッシャーに打ち勝つためには、繰り返し練習をして、自信をつけることが大切です。真ん中上に蹴るのは勇気のいる選択です。ワールドカップドイツ大会決勝でのジダン選手のように大舞台で PK を真ん中に蹴るのは自分の技術に対する自信と度胸の良さの表れです。ゴールキーパーとの駆け引きで相手のタイミングを外すことも重要です。